微光暗視メガネ JGVSV3 は陸上自衛隊の装備暗視装置の一つ。主に夜間や建築物やホラー穴、トンネル内部で使用する。顔面に装着して使用する両面型暗視装置。微光暗視方式とは星明かりなどの弱い光が目標物に反射することによって発生する光を明るく増幅する方式であり、第二世代と呼ばれている。外観は アメリカ軍の案、PVS-5 によく似ており、箱型の本体に2つの大物レンズが飛び出た形状をしている。偵察、保証などで目標物を監視したり、射撃時に使用されるほか、単眼式と異なり遠近感がつかめることから、夜間において車両の運転手が使用する。また、アクティブモードを利用してのスイカやモールスあるいは簡易、かつローカルな暗号を用いた、 信号通信にも使用することができる。欠点として顔面に装着する関係上、着脱する際は88式鉄棒を一旦外さなければならない。A、B、C の3タイプがあるが、外見はほとんど変わらず、用途については全く変わらない。この記号はマイナーチェンジが行われたためその識別用に付けられたものであり、A、B、 C の順に高性能となる。ありがとうございます。